どうもピッチピッチなテクタンと申します。ドラゴンクエスト7実況プレイパート20始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、オルフィーの島のところを、前々回救って、前回はその救った世界とかを探索ねしていたんですけれども、ちょっとねまだ終わりきってません。ここのこれ現代の世界の西の山のね洞窟ですね。これをちょっと探索していきたいと思います。そう、こういう風にね。こういうところに石板があったりするんですよ。あ、石の牙。オッケー、これはガボのアイテムなんじゃないかな。石の牙、武器。お、いいね。めっちゃ上がるやん。12上がるのはいいぞ。かっこよくもなったし。敵出るんかな、ここ。出えへんのやったらささーっと探検して。出ますね、はい。はい、ガボかな?いいね、いいね。レベル1やったもんね。ヒッピー4上がる。いいですね。吠えろの特技。吠えるじゃなくて吠えろな。いいよ、いいよ。どんどん強くなっておくれ。敵が出るということが分かってしまいました。これは?なんもないね。オッケー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 。確かそんなに道の分岐が激しい感じじゃなかったはずなんよね。もうレベル上がらへん。もうレベル上がらんやん。よ。よ。なんか宝いっぱい取れるようなとこあったんじゃなかったっけ?こことか入ってみてね。ここは下行ってみて、あ、ここ、とりあえず入ってみなあかんけど、さっき下行ってみよう。ここもなんかあったはずなので、レベル上がってください。上がりません、悲しい。ほい、オッケー。ここら辺に階段があったんじゃないかなと。あ、宝か、あった。お金ね。なるほど。じゃあこっち入ってみまして、宝取りまして、石板奥の部屋とかにあったりする。あ、小さなメダルやりました。小さなメダルの人ではないとは思うんやけどね。あの泉の向こうにおるって言われてた人、ここのね。これ外かな。あ、まだ外じゃないか。この次ぐらいか。ここの最深部のところにありそうな予感。石板がブルーのね。今緑の持ってるんは持ってるけど、まだちょっと足りひんのじゃないかな、緑やったら。あ、人骨ね。怖いわね。ここってなんもないやけ。なんもないか。オッケー。はい、レベル上がりません。急に2から3までのさ、経験値のあれさ、幅さ、広すぎじゃない?なんか結構逃げたりするようになってきたな、敵が。ちょっと強くなってきたって感じなんかな。よし、上がって。で?もうそろそろ出口やったと思うのだが。あ、この上は何やっけ?あ、この宝はあれか、外から回って取れてくるところね。オッケー、じゃあ外出よう、一回。いや、こうやって探索するん。はするけど、なんとかリレミトをね、もう覚えたんで、いや、ありがたい限りですよね。え、なんかおったら嫌やな。こ、真ん中の初めて見えひん?テールモンキー。なんか嫌なラインナップやな。なんか強そうな印象じゃない?痛そう!強いよ、ちょっと待って。強いって全体的に。全員が攻撃してやっと倒せる感じか。とはいえ、マリベルがやばい。いや、このテールモンキー行ってみよう。痛い。どれくらい?炎がめっちゃ効きそうな気するけど、キーやから。かっこイメージ。なんともって感じやね。そろそろいけるでしょう。このターンでいけるでしょう。代わりにね、経験値たくさんくれればいいのです。お願いします。レベル上がるぐらいください。上がらんやん。
すごいな。上がらん。よっ。でももうそろそろ着いたから、いい感じやね。とりあえずじゃあ奥から見ていきましょう。強いなぁ、敵。もう MP なくなっちゃう。私回復してくる忘れてたんかなぁ。まあ、薬草あるから薬草使ってもいっか。いっぱいね、前回の分があるんで。オッケー。石板でしょ。違う、うさみみバンド。一体なんだってこの洞窟から魔物の気配がなくならないのよ。まあ、確かにね。何度来ても好きになれないわ。この中だけは相変わらず魔物がうろうろしているようだな。うさ耳バンドちょっとじゃあ、つけさせてもらおう。あなたがつけれるんじゃないんです？守備力めっちゃ上がるね。これつけるしかないやん。そうなってくると、ヘアバンドが余るでしょ？このヘアバンドは、あ、ガボもつけへんのね。オッケー。じゃあまた売りさばきましょう。あ、石板ないんやね、ここ。ああ、その視点はちょっとわかりにくい。この中にあるかもしれへんけど。あ、自分で入れた。ここってほんまになんもない？左とかなんもない？右は？なんもないね。またなんか誰かと戦うとか やったら嫌やな。封印とこうぜ、みたいな。あ、ない？なんもない？なんと棺の中から声が聞こえる。何者だこの私を眠りから覚まそうというのか。いいえ。で、再び眠るとしよう。どうしよう。まあ、いっか、戦ってみちゃうか、一回。はい。わしを起こそうとはいい度胸だ。だが命は大事にした方が。ん？いや、あなたたちはあの時の。私ですよ、私。ほら、覚えてません？ほら。やだな、昔ここで皆さんと戦ったここの魔物？なんでこんななんか一般人みたいになってるの？なんでその時、あの時は私、偉そうに背中に羽なんか生やして、うわーとか言ってましたしね。まあ、わからなくても無理はないですね。あの時魔力を使い果たして長いことこの中で寝てたらこんな姿になっちゃったんですよ。バチが当たったんですかね。もうすっかり普通の人間になっちゃいました。とこ誰かにいじめられると怖いからこうやって隠れてくる人を脅かしてたんです。いやそこの坊ちゃんは白い伝説の白い狼さんでしょ。あ、やっぱりそうだ。あの時は私のせいでこんな醜い姿にしちゃって本当にご迷惑をかけました。そうだ、今からでも遅くない。もう一度元の姿に戻して差し上げましょう。何もできへんのんちゃうんでもこの人。いらないって言ってるんかな。ガッカボー。ちょっとあなた余計なことしなくていいんだってば。いえいえ、遠慮なんかいりませんよ。私が悪かったんですからね。それじゃあ行きますよ。戻れ戻れ、元の姿に出やーって言うけど何もできへんのんじゃない。え、できんの？え？あ？あ？え？嘘、ほんまに戻っちゃう？え？戻っちゃうの？え、困るんやけど。何が出たん？何が出たんよ、逆に。あ、あれれ、変だ、あれれ、変だな。元の姿に戻りませんね。あ！喋れるようになった？言葉通じるようになった？やったー！こら、おいらこのままの格好でいいんだってば。余計なことすると、また閉じ込めるぞ。お？おら、どうしたんだ？急に喋れるようになっちまっただぞ。やったやん。あんたペラペラ喋ってるわよ。何が、どうなったの？一体。ひょっとすると、今の魔法のせいじゃないのかな？くわー、なんてことだ。長い時間経つうちに私の魔法まで錆びついてしまったのか。元の姿に戻すところが、ますますガボさんを人間に近づけちゃいました。とほほ、私ってもう何の役にも立ちませんね。え、でもおかげさまでさ、これで交流取れるようになったよね。ここ来んかったら話進まんのかな？どうなんやろうね。おいら、これがいいぞ。すっごく嬉しいぞ。これでテクシたちとちゃんと話ができるようになったんだもんな。わーい、喋れる喋れる、ヒャッホー。
ガボ、あんたって実はおしゃべりだったの？あ、なんか喜んでもらいました？よかった。じゃあ、これもあげちゃいます。特別プレゼントです。はい。これ石板でしょ。これあっこの青のやつが、じゃあ絶対ここは通過せなあかんとこやったんや。よく覚えていないんですけど、多分それって皆さんが必要なものだったんでしょう。私が魔物だった時に、この棺の中に隠したようなんです。どうぞお持ちください。その石のかけらが何かの役に立つといいですね。ありがとう！昨日の敵は今日の友やで、ほんまに。なんか、ちゃんと、心、あ、ここはダメね。あ、そうかそうか、ここマフージャーもんね。なんか、いい人になっててよかった。いい人っていう、なんかわからんけど。まあ、でもいい人になっててよかった。とりあえず、リレミとして、え？ここダメ？もうちょっと離れなあかん？この辺は？どう？ダメ？敵出るやん、だって。レベル、レベル、レベル、はい。え、ここの洞窟入っても使えへんのかな？ちょっと。見して。見してください。あ、やった、よかった。よかった。じゃあ、これで一回ルーラで、目当たりない。あ、でもここの道中敵でんかったんじゃないかな。うん、オッケー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 。じゃあ、船に乗って、その、泉の向こう側の家をちょっと見に行きたいんで、ちょっと見に行こうか。うん。こっちの。これで輪郭たどりつつどんな感じかっていうのをね。広い、ここの島がやったら広い理由は、現代にこう新しいところを、まあ、作るそのための、もんやったんか。あー、敵で、え、海で敵出んの？そうなん。強そう。突撃を強そう。この炎の技使って効くか？あ、でも意外と柔らかいんじゃない？そんな強くない？そんな強くないかも。あ、そんな強ないかも。あ、いいやいいや、倒せるぞ。倒せるぞ、これ。よかった。顔怖いから強いんかと思っちゃった。海きれい。うん。で、ちゃうねん。そんなとこ降りてもしゃあないねん。ここいらでしょ？どっか入れるところがあると思うんだが。いや、結構なんていうか、入り組んではない。なんて言えばいいの？え、ちょっと地図見して。あ、その中、泉の向こう。行けへんな、多分、今は。一応、なぞってみ、見て、入ろうとしてみたりはするけど、あ、また新しい人たち。角牛貝と、お化け人で、人でそれもう立ってるやん。え、強いかな、もしかして。あ、強くない。いくら防御力が、マリベルがね、めちゃくちゃ上がったとはいえ、全然強くないぞ。もうその攻撃でいいかな。OK かな。よーし。うん。あ、やった！やっとレベル上がったよ。うん。オッケー、キーファのレベルが上がりました。嬉しい。ちょちょちょ、めっちゃむずない？むずない？ここでも入ってもさ、しゃあない。しゃあないよね、多分。ここってさ、あー、止められるよね。浅瀬で止められるよね。あー、そうなんか。いや、こことかも、あ、だってその、内側に船運ばなあかんもんね。そっかそっかそっか。じゃあ、またおいおいって感じか。なんか、絨毯みたいなのが手に入ったらいけるように、もしかしたら、なるんかも。しれへんね。ふん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 。敵！それじゃあ、まあ一旦、フィッシュベルとか、まあそこいらに、
戻って、もう早速ね、青の石板、まあ、緑の石板も、はめてしまいたいな。うわ、結構下来ちゃった。全然島ないやんって思ったらめっちゃ下来てたわ。あ、レベル上がった。誰誰誰？ガボかな。いいね、いいね、いいね。噛みつけ。なんで命令系なんやろ。自分がするんじゃないかな。よし、じゃあフィッシュベル行って、回復とかしてきて、もう、神殿の方にね、入っちゃおうかなっていう風に思います。はい、戻ってきました。じゃあとりあえずね、緑の石板だけはめようか。ガボ、行く。テクシー一緒。さっきも喋れるようになってたやん。ちょっとテクシー、いつまでここにいるつもり？さっさと出かけましょうよ。今来たとこなんやけど。仲間が一人増えたから、なんだかウキウキするな。いいね、いいね。楽しい冒険で行きましょう。ここ緑でしょ？ここかな？多分大きいやつかもしれへんね、また。でっかいな。オッケー。ただ全然集まってないんで、これはまた、集めていく形になりまして、え、これ全然違うとこの石板やったらどうしよう。ここやと思って来たんやけど。あ、よかった、それやったわー。ペコ。ペコ。どこ？そこね。なんか島二つじゃない？でも。ちょっと飛び離れて一個ポツンってあるけど。さあ、今度はどんなところでしょう？一体。おいーん。ジャバジャバピューン。でももうなんかすでに明るくない？さあ、敵はいかがなものでしょうか？あ、ベススライム！スライムベス！言うて強ないんかな、じゃあ。そんな強いイメージがないんだが、ベスに。カニ男もだって見たことあるやん。うん。あれ？こんな敵強くない？やったー！ラックショー。で、明るいんだなぁ、ここ。街みたいなのが、ないかなぁ。あれ？何も見当たらへんけど。敵新しいのついに出てきたベビーゴイル。ゴイルか。あ、でも結構攻撃はちゃんと入るイメージやから。わぁ、でもヒャドかぁ。それはちょっと、辛いなぁ。いやぁ、痛そう。フォークで刺すとか。オッケー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 。いけるいける。勝てる勝てる。痛い。チーファめっちゃ狙うやな。やっぱ見た目がちょっとゴリッとしとる感じやから、狙いたくなるかな。マリベルもやばいぞ。これこの戦い終わったら回復せなやばいぞ。オッケー。さあ、マリベルレベル上がるんじゃない？上がらないわ。そんな私、簡単な女じゃないのよ。ルーラじゃなーい。危なーい。あ、でもここルーラ使えへん。いや、ここ、え？使えへんか。マリベル。オッケーオッケーオッケー。うん。あ？そっか、橋があるんか。これ普通に行けへんよね。壊れてるんよね。それで行く感じか。直してもらわなあかんのね。マリベルがピンチでござる。でもレベルは上がってくれない。やばーい。村に行ったら回復できると信じてどんどんちゃんと回復しとこう。うん。しかし村、え、これ何？絶対なんか赤村。あ、高さ下の方にあるんか。へぇ。なんか変なとこ。あ、こっから降りれる？え、ちょっと村行きたいんやけどな、一旦。落ちそう、つるんって。ちょっとなんかいろいろちゃんと情報を得てからこの辺来たんやけど、どう思う？どっちにしろなんか出てけって言われそうやけどな。ああ、普通にあった。街よかった。わあ、暗いね。どうしたの？むむ、なんだお前たちは。名乗れい。おい。ふむ、なるほど。旅のものか。カラクリどものうろつくなが。カラクリども？よくここまでたどり着けたな。魔物の話？悪いことは言わん。早々にこの地を離れるがよかろう。東横イン。回復していくか。
40ゴールド、いいでしょう。お金も貯まってきたね。そろそろ何かを買ってもいいかもしれない。うん。あ、あ、からくりこれ？ガーガー、あ、今のモンスターじゃなくてロボットやったん？あの、いっぱいおったところね。何これ変なの？どうやって動いてるのかしら？面白いわね。そっか。僕らがおる元の世界は、こういう機械とかが特にないんかな？機械に支配されたりしてる？外にゃ、変な機械の兵隊がうろうろしてるし、聞けば、北東の川に架かる橋も落とされたって言うじゃありませんか。そうです、そうです。なんか壊れてました。あの橋を渡らなきゃ、隣の国は行けないんですよ。商売上がったりだ。なるほど。機械の兵士。この兵士は普通の人やと思うんやけど、どうなんやろ。ここから入れるね。オッケー、お邪魔しまーす。そい。さっき見張りを交代したばかりなんだよ。もっと寝かせてくれよ。あ、仕事ね。奴らが襲ってきたら、ここから弓を言うて やっつけるんだ。もっとも俺の腕じゃ100本打って、やっと1本当たるってとこだけどな。もうちょっと上手い人と交代した方がいいんじゃない？大事にしてこう。私は旅の商人です。いやー、薬草が売れてウハウハですな。おっと、これ不謹慎でしたかな。ここは道具屋です。まあ、いっか。武器とか防具をちょっとせっかくなんでね、揃えたよね。お、小さなメダル。ついに集まってきましたね。でもどこにいるやらって感じね。どこ行っても変な感じ。カラクリ兵から町を守るためにこんな建物を建てたんだろうな。でもそのカラクリ兵作ったんで自分じゃないかな。どうなる、自分らじゃないんかな。わしらのような老いぼれでも武器の手入れぐらいはできる。わしらが生まれ育ったこの町をカラクリどもの好き勝手にさせるわけにはいかんのじゃよ。AI に支配されるみたいな、そんな感じなんかな。はんはん、ダメだわ。やっぱり私には弓は無理みたいね。重たい？私も戦えれば男の人たちも少しは楽になるのに。弓矢が壁にかけられている。しかし私が喋りかけたいのは人である。奴らの体は鉄のように硬い。矢などは弾いてしまうが、でも弱点はあるんだ。目の部分と手足のつなぎ目。はぁ、何十本も打ち込めば奴らもさすがに動けなくなるのさ。攻めてくるんやね。でも怖っ。ああ、そこね。あ、望遠鏡。あ、登れた。街の外の風景が見える。今は静かなようだ。オッケー。これどうなってたん？はしごか。南、西の方に見えるのか。あ、お城、ついに島にもお城が出てきたね。フォロット城。我々がこのフォーリッシュ。街を出ていくためにやってきてから、街を守るためにやってきてからもう幾日が過ぎたことか。南西にお城ありね。結構ここもなんか広い感じやね。武器屋さんあるやん。見てこ見てこ。俺は今まで一遍たりとも店を休んだことはねえんだ。からくりだかへそくりだか知らねえが、俺の商売の邪魔はさせねえで、へそくりやったらいいやん。牙は持ってる。これがちょっと強くなるブーメラン。あ、ブーメランいいやん。テクシに欲しいね。650円。買えるんは買えるけどって感じか。ブーメラン買っちゃう。買っちゃう。かっこいい。かっこよくない。ブーメランかっこ悪いんですか？鎧が飾られている。あ、出口あるね。こっからちょっと出てみる？よ、あ、こっちが防具屋さん？もしかして。防具でも買えるほどのお金ないんですよね。防具もあげとけばよかったが、甲羅の鎧。あ、でも高いな。キトンシールド。まあ、おいおいって感じやね。今回はブーメラン買ったんで、またどんどん戦っていきましょう。ほい。で、わ、ここの建物でかない？ちょっと大きい建物、時間がいい感じやから、このちょっと大きいとこ見るんは、ちょっと後回しにしよう。ただ宿屋、宿屋じゃないわ。あの、教会、どこや？その他、あ、これカラクリじゃね？カラクリじゃね？教会どこや？
ょっと入ってみるか。セーブがしたいんだが。からくり作ってる。ちょっと宝だけ取らしといて。やったーか。川の汚れ。ちょ、話しかけるのは今度にしといて。え？いや、教会は？どこにでも教会ってあるもんじゃないんですか？あ、あった教会。よかったー。私たちの教会がこんな無骨な建物に変わってしまいました。でもこれも町の人たちを守るため、神もお許しくださるでしょう。じゃあ、ここのね、大きい建物とか、なんかその辺にちょろちょろいるからくりとかは、またね、次回話しかけたりとか、しつつっていう感じでいきましょう。はい、じゃあ、今回はこの辺りで終了したいと思います。はい、ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。